Halo badminton lovers, Yuta Watanabe dan Masayuki Onodera yang merupakan ganda putra dari grup Biprogi harus menghadapi Kazuhiro Ichikawa dan Yuto Noda dari grup JTEC pada match 1 semifinal badminton SJ League 2023. Ichikawa のサービスを小野寺が返します。第1ゲーム。飛びつく。小野寺が強く打ちました。対決。ichikawa が打ち込んでいきます。ここで野田。いきなり長いラリーです。日本ここは弱いショット。ここでストレートを強めに打ってきました。はい、渡辺のサーブ。ネットにかけました。リーチを生かしながらね、オープンスペースをできるだけ少なく。ツーワンです。こちら上げていくが、これは大きく出てしまいます。距離を感じます。長めのサービスできました。ただチャンスになって仕留めていきました。これが取りづらい感じは選手は感じてるんじゃないかなと、そういったゴラリーという感じありますよね。天井も非常に高く、そして、4面開かれているというこの会場になります。入れ替わりのそのあたりも考慮してシャトルの飛び方などは見ていきたいなというふうに思います。バックアウトです。ダブルスの A 代表2人をこのダブルスで第1ダブルス第2ダブルスと分けて使ってくれます。前に出ていきました。そこまで身長が大きくないというところで、どちらかといえば前のプレーをよくする機会がある選手かなというところありますよね、はい、ちょっとまだこう渡辺小野寺のこの入りからですわ、ですとあんまりまだいいパフォーマンスにないんですね。ちょっとやっぱり硬さがあるかなというところがありますので、はい、この2人は今シーズンは2人とも、内定選手と組んでのダブル、そこ2つ第2ダブルスで小野寺谷岡で勝利を収めています。ジェイテッドリード、前で渡辺。ただどれだけ決定力をしっかりこうポイントにつなげるかというところは、僕は渡辺選手が、渡辺選手よくしてますからね。そうですね、もう非常に得意としています。ミックスダブルスでペア組んでいる東野有紗も現在は行ってますし、熱気が非常にすごいですし、はい、このコートも、有名な選手がね、はい、入ってますね。長いペアの一戦です。長いサービス、野田が上げる。後ろから渡辺、小野寺、これうまく返した市川。これがね、ショットだったのでさすがですよね、はい、大きな声を出してクロスと、そのニュースが出た時は驚きました、はい、この高さでした。この渡辺裕太に行くぞというふうに声をかけていたと話します。市川2本前、チャンスが出ました。天王寺、渡辺が上げる。小野寺ストレート1本飛びつく、ドライブになりましたけれども、この展開はビプロジーが取ります。11点勝どちらかがした時点で対戦が終わります。小野寺の早いタイミングのサービスから始まります。11点でビプロジー、早い展開だ。小野寺が上げる、ネットイン。小野寺なかなかね、内川選手もいい体勢でショットをなかなか打ててなかったですよね、はい、打ててないから角度がついてない、そんなバックアウトになったんですよね、はい。野寺がロングサービスで入ってきます。野田が上げる、後ろから渡辺、小野寺、渡辺に任せる。そしてここで小野寺、なんとか市川かわす。コースを変えます。野田のストレート、おー、ここでうまいショットでした。市川しっかりコントロールしながらって言ってたの多いんですけどもね、はい、パートナーも非常に打てる選手ですからね、はい、こういったところがうまくゲームをしながら、市川のサービス、渡辺返す。小野寺クロスで早い展開、14-12。
ルクロジーペアがリード。任せた、飛びついた小野寺ですがアウトです。両監督ともにダブルスは本当に代表選手としのぎを削り合いました。小野寺が前で粘る、全部拾う。小野寺も打つ、前に来た渡辺、これもロングです。チャンスになった。大きさは離れていません。力のサービス、後ろから野田、ストレート1本、後ろから野田が攻撃、まあ、石川、渡辺のレシーブ素晴らしかったですが決めくりました。石川野田のレシーブが続く、ここも上げます。後ろから小野寺、これは返したかった。小道くん上がってきた。よかった、18ポイント、野田が返します。今度は後ろから市川、2人の間、ストレート、あーこのレシーブが返らない。見えるのはジェイテクトペアの方が多いかなという印象ありますよね、はい、さあ野田が打ち込んでいく、前に来た小野寺、この前への動き、ゲームポイントです。おっとタイミング早く来た、小野寺のサービスから、うん、取り切りました。21-16、ここまず取りました。この第1ダブルス、第1ゲーム渡辺のサービス振っていきましたけど、野田のサービス、ここは野田が自ら拾いに行く、下上げる、小野寺が前を使います。これ叩いてきた、ドライブの展開、ここも野田が抜く。続いて市川のサービス、渡辺返す、奥に返した、これはいいところに決まりました。コート上の4人の中で一番サイズ感があるのがこの野田優斗、182cmです。飛び出てくる小野寺の動きが素晴らしい。ルクロジーが1ポイント追いかける展開。力が落ち着いて返します。これ野田のレシーブ狙われる、野田返す、ここで振る、入っています。3オール上げて、野田のストレートショット、威力のある渡辺、小野寺に上がってきます。攻撃に来た、すでに4連続ポイントはビクロシー、コースを変える、これはわずかにアウトになりました。野田のサービス、回り込んでくる、ですか、流れてしまった。サービス、このレシーブはアウトです。さえ打てればもっともっとね、あのプレーの幅も上がってきてですね、はい、一気にこう突き放すような展開になって、先ほどは連続ポイント長く続きました。前に飛びつく、体勢を立て直してラリー続きます。石川に任せる、石川のレシーブ、コースを変える、石川打つ、ネットにかけた、渡辺1ポイントを追いかけます。第1ゲームは落としているジェイテクト、アウトです。サービスオーバー、はい、8-6、耐えていく市川、なんとか返した渡辺です。上がってきて、今度は渡辺クロスに行った、まだ粘りきれずで、はい、もう少しこうやはりちょっと一歩一歩に対しての足の動きですよね、はい、先ほどから何回も言ってます。小野寺のサービス、真ん中いやらしいところに打っていく、
これも左に流れました。イレブンシックスで渡辺小野寺リードです。していきたいんですけどもね、はい、それができない場合は大きい展開もありかなと思うんですけどもね。インターバルが空きます。力のサービス、おー、かなり前に落としていきました。短い、押し込んでいく。ここも早い展開、多いかなと思います。このくらいのサービス、飛びつくレシーブでした。市川ネットイン、野田のショットがね、早いサービス、空振り。石川、そして野田も前に出る。ただコートカバーで素晴らしいディプロジーペア、なんかこれも拾いすぎました。ディプロジーペア14-10、誰もいないところ、小野寺のクロス、このまま突っ走っていくか。長いサービス、石川がコースを変える。あ、ここも前で小野寺、渡辺のカバーですがアウトです。野田のサービス、後ろから石川、2人の間、野田も捕まえに行く。前には来させない、渡辺がカバー、見送る、バックアウト。サービスオーバー。向こう側から渡辺小野寺ペア、第2ゲームの終盤もリードです。市川粘る、もう返し切った。ここは市川が返し切りました。市川ネットにかけたが、ちょっとシャトルが落ちてくるところでした。見送る、これもアウト。1打目です。ディプロジー優勢。チャンスになった。一発で仕留めてきます渡辺。ま、上がってくる。打ち込んでいくのだ。まだ打つ。小野寺が前に入っていく。石川も上げる、見送る、アウトになりました。ストレート。第1ダブルスチームにとっての初戦、まずビプロジーの渡辺優太、小野寺正幸が取りました。Setelah berduel selama 36 menit, Yuta Watanabe dan Masayuki Onodera berhasil mengalahkan Kazuhiro Ichikawa dan Yuto Noda melalui pertandingan straight game. Yuta Watanabe dan Masayuki Onodera yang bermain agresif dan begitu bagus dalam kecepatan mampu menyulitkan Ichikawa dan Noda. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan mereka seringkali mampu menembus pertahanan Kazuhiro Ichikawa dan Yuto Noda. Yuta Watanabe dan Masayuki Onodera pun mampu menuntaskan perlawanan Kazuhiro Ichikawa dan Yuto Noda dengan skor akhir 21-16 dan 21-12 setelah bola drive dari Ichikawa terlalu mendatar dan memanjang keluar lapangan. Miyokuru, auto になりました. Storeto. Dengan kemenangan ini, skor sementara antara Biprogi melawan JTEC adalah 1-0 untuk keunggulan skuad Biprogi. Di partai selanjutnya akan mempertandingkan tunggal putra di mana Koki Watanabe dari klub Biprogi akan menghadapi Kenta Nishimoto dari kubu JTEC Stringer.